今回とにかく川上さんがさ、はい、あの熱風で連載してた鈴木さんにも分かるネットの未来で、これが岩波新書で、ね、本になるな、いやなるじゃない、なったんですね、もう発売されてるから。でそういうことで言うと、まあ、ネットって日進月歩どころかすごい短い期間にいろんなことが起こるわけで、ほんでそれで言うとそこで連載したものに勝てて加えて可否、大幅な可否訂正をされて、これで一冊の本となって今本屋さんに並んでるわけでしょ。ほんで聞くだにもうその売れ行きはすごいんですよ。あ、そうだ、すごいでしょ。すごいんですよ。あ、意外と大幅じゃなかったんですね。もう全部書き直すぐらいの勢いだったんですけど、僕のねやっぱりね予言力がなんかすごすぎて、もうねもう全部当たってるからね、直す必要あんまなかったね、実はそんなに。なんか大きく出ましたね。作家の謙虚さっていうのはないですけどね。いや、まあそちらの話に移る前に言うとね、だからまあ、 今のヨダッチにね今日参加してもらうということで、まあ、本も読んでもらったわけじゃない。いやでもずっともう2年か3年熱風で連載されてたものは、まあ、読んでましたから、うん、でそこら辺をね補強すべく今日はね、まあ、ネットって言ったら神様みたいな人がいて、片田君っていう人に今日ねちょっと自己紹介していただけますか。片田君と言いますけど、片田君の方はね隅から隅まできちんと読んで、うん、その上で論評を加える、いえいえ論評するような、うん、私から見て神様のような方ですから、うん、だからまあそういうことで言うとね、片田君を今日ね急遽読んだのはねそういう理由だったんですよ。どうですかね、私もまあ連載から読んでた、非常に読ませていただいてたんで、まあ、連載との違い部分とか読みながら読んだ感じなんですけど、まあ、まあ連載の時に読んだ時も思ったんですけど、今まさに川上さんがご自身でおっしゃいましたけど、なんかこう予言書みてえだなと思って、なんかちょうど、まあ、かなり前になりますけど2062年から来た男みたいなのが二ちゃん上で話題になって、自分は未来人だと自称する人がジョン・タイター、はい、ジョン・タイターの後にまた2062年から来た男みたいなのがあったんですよ。日本版ジョン・タイターみたいなのがあって、はい、なんかそれの話を聞いてるかのようだなと僕はなんか思いながら読んでたんですよね。電子書籍のところに関して言うと、やっぱりそのアマゾンとグーグル以外は死滅するだろう的なねことが書かれていて、まあ、キャリアで電子書籍をやっているような方々は大変だろうなということを僕はちょっと思いながら見ていたんですけど、あの出版社で、ね、電子書籍やっているような方々も大変だと思うんですけど結構結構断定で書いてるでしょ。そうですね、断定で書かれてたので、もう身につまされる方もいるんだろうなと思いながら僕は読んだ。だから、まあ、出版に限らず新聞雑誌テレビ、はい、ね、要するに近い将来こうなるっていうことが、そうですね、ずばり怖い本だなと、怖い本だというふうにご紹介されて拝読して、もう確かに怖い本だな、やっぱ怖い本だよね、うん、そういうなんか予言書的な感じのなんか雰囲気があったなと思いましたね。でちょっと川上さんにお聞きしたかったのは、うん、なんかコンテンツで今まあ、ネットのソフトウェアの世界では結構無料が主流になってるみたいなくだりがありましたけど、でコンテソフトウェアの無料配布の中って割とドミナントモデルに挑戦してる方っているじゃないですか。寄付金で回していこうみたいな、それがコンテンツ業界にも来始めてて、なんか歌手がこのアルバムのに寄付してくれと、そしたらその寄付金で俺は次のアルバムを作るみたいな、そのいわゆるその寄付金によってやっていくドミナントモデル、ユーザーがいいねで金を決める、自分の依存度を金という形で表現するっていう形に近いかなと思っていて、その、まあ、いわゆるドミナントモデルと呼ばれるその寄付金によってどんどんコンテンツが作られていくみたいな流れに、まあ、コンテンツって可能性あるのかもしれないなみたいなことを僕は読みながら思ったんですよね。そのあたりってどうお考えかなと。ないですね、音楽でいうとね、はい、レディヘッドとかがそうですね、そこに、ね、ずっとやってましたけど、であれうまくいってないんですよ。そうですね、なんかね好きな金額やってくれって言ったら平均1ドルとか、なんかそんなさんさんたる結果に終わってしまって、払わなくていいって言ったらどんどん安い方安い方へ基本的には修練していく。で今新しい流れが出てるのはキックスタートとかね、キックスターター、キックスターターですね、はい、でああいう寄付モデルとかもあるんですけども、はい、あれもやっぱりね普通にコンテンツを売るのから比べると桁がやっぱり2桁少ないですよ ね、 そうですね、成功しているキックスターターですら、うん、そんな状態で、ましてその日本版のやつとかだと集まるのとかって本当に少ない金額になっちゃうので、やっぱりコンテンツは僕は基本はやっぱりね生きるためにいらないものだと思うんですよ。生きるためにいらないものを買っていただくっていうのが
あの本殿作ってる人たちがやってることで本質なんですね。そこでいくらでもいいっていうふうになっちゃうと、まあ、別に生きるのにいらないからどんどん使って知れちゃうんですよね。そこは僕はやっぱりちゃんと値段を決めてあのやらないともう成立しないと思います。あの一部インターネットにコンテンツの値段っていうのはあのゼロが当たり前だと、うん、なぜかというと複製コストがゼロだから、うんっていう主張する人がいるんですよね、うんうん、で確かにデータだったら複製コストは、まあ、ゼロに限りなく近いっていうのは正しいわけで、うん、でも制作費がかかるわけですよね、うんまあ、そうすると多分厳密に考えると制作費割る売れた本数っていうのがまあ本当 の, あのユーザー一人当たりの原価かなっていうふうになるんですけど、それでもまあ決められないんで、うん、結局いくら売れるかもわからないし、まあそうですね、しでもう一つはやっぱりコンテンツって僕一個あの特徴なのは一個一個独占商品だっていうことだと思うんですよね。独占商品、独占商品だって基本あのコンテンツのあるコンテンツの代わりってないから、うん、なるほど、あの代わりがあるコンテンツがあるとしたらそれは海賊版ですからね、うんうん、基本は独占商品なんですよ、うんうんうん、そしたらその商品っていうのはやっぱり一個一個決まっていくのが僕は本来は正しいんだと思うんですよね、うんうん、ああ一個一個価格も変わっていく、変わっていくしかるべきだとっていうのが本来、確かにそうですよね。そうなんか今ってもう全部400円とか電子書籍、はいはい、例えば電子書籍だと全部400円とか、はい、着メロだと全部いくらとか、なんかそういうのが決まって決まってますよね。でそれっていうのは、まあ、その方があのユーザーにね納得してあのもらいやすいはずだから、うん、だから本当はあのいいねだし原価もわからないしコンテンツ一つ一つ違っても当たり前なんだけれども、仮にあるあのその同じような価格帯で売ってるわけですよ、コンテンツごとに、本にしても CD にしてもあの映画にしても、で元々では決めで決まってる値段で、そこにやっぱり根拠はないんですよね。おっしゃる通りだと思います。これ人によってこの本がすごい面白いなと思うところって、あの普通本ってジャンルがあるじゃないですか。例えば経済学書だとか、なんかこう文芸書だとかっていう、でその読む人によってそのジャンルが変わる本だろうなと思ったんですよね。で一般的にはこれなんかその経済的学的に読む人って多いんじゃないかって気がするんですけど、僕結構実はその社会学書っていうか社会心理学書みたいな点でハッとさせるようなところ、ハッとさせられるようなところが結構あって、その例えばそのネットのまあ普及によってよく言われてるのが、まあ何ていうか何でもありの書き込みだったりモラルがこう低下したりしてるみたいなこう側面が割とこうクローズアップされていて、まあニュースになったりするのもそういうことですよねと。で、そういうところはまあ、あの誰がどう見ても気づきやすいところなんですけど、一方でその例えば若い子の、コンプライアンス意識みたいなのが高まってる、その要するに何でもありのネットが出現してることによってその法令遵守意識みたいなのが逆に高まっていて、高まってるからいいとか悪いっていうことは川上さん書いてないんですけど、その人間の心理にそのとか何ていうか社会にネットが及ぼしてることに結構そのあの一般的に思われてるのと違う別の本質にスポット当ててるっていうところがすごく面白いと思っていて、でそういったものが、まあ、やっぱ社会の状況を変えてるんだろうなと思うんですよね。少しずつ、ね、多分僕はあのモラルがあのやっぱり上がってると思うんですよ、はい、ネットに限らず若い子たちのモラルが上がっていて、あの、まあ、若い子たちだけじゃなくて社会全体のモラルが上がってると思うんですよね。でそれはね僕ねあの理由は僕が想像してる理由があって、それねやっぱりね今世の中が難しいからだと思うんですよね。だからあの世の中はもっと単純な時代は正論があって、はい、でも現実はこうだよなっていう、まあ、これが現実的だよなっていうね、現実的にはこれっていうのがみんな分かってた、はい、共有されていたから。でそういう時代っていうのはやっぱりね、そんなあの正論よりも現実論の方が強かった。で今じゃあその現実論って何って言ったらすごく難しいですよね。例えばあの救助の問題にしても、その集団的自衛権っていうのをねあのなくした方が日本が平和だっていう人もいれば、あの今あのそんなあの中国の脅威が増す中であのそれは現実的じゃないだろうっていう人もいるんだけれども、あのちょっとわからないですよね。でその原子力の問題っていうのもやっぱり日本の中で割れていて、やっぱりなくせないよねっていう人もっていうのもあのいるわけでしょ。でそうするとね、なんかねあの昔ほどなんかね誰もが合意できる正しいことってすごく少ないんですよ。
すごく少なくって、そうするとその中で人間がどういう行動に出るのかって言ったら、これは正しいだろうっていう正論、はい、だから現実論が分かんないんですよ。じゃあどうしたらいいのかって落としどころ分かんないですよね。難しいじゃないですか、もう集団人権にしてもね、あの核をなくすなくさないにしても、あのまあ中間の落としどころって何っていうだからですね、正と悪をどう定義するかっていうことが昔は極めて分かりやすかったけど、今は非常に曖昧だってことですよね。曖昧で、はい、その中間地点もちょっと見つけにくいんですよ、うんうんうん、でにくくって、はいはい、でそしたらなんかね、どっちかっていう話になっちゃいますよね、結局白か黒かみたいな。もともとなんか白か黒かって話があって、でその中で中庸ってものがなんか美しいとかされてたのが古代なんですけど、はい、そもそも白と黒がはっきりしないから、どこが中庸かも分からないって、そういうことですよね。分かんないし、なんか中庸も怪しく見えるわけですよ、はいはい、あの白と黒が極論に見える中で中庸があったわけじゃないですか、はいはい、で今白も黒も中庸もね、全部怪しいっていうのが現代で、そしたらやっぱり正しい方の白か黒かっていうスタンスに立つ方がかっこよく見えるんですよ、うん、そうですね。昔はでもなんか権力ってものが強かったから、やっぱりこれが白だって言い張る強力なパワーがあって、それが白に見えて、でそれに対極のものが悪に見えて、まあというかその権力者が悪と名指すものが悪に見えて、そういうなんか力の一定の力を持った人たちが決める中で価値観の中で生きてたけど、今も民主主義がもう主流になってきて、みんなが同じだよってなってくると、じゃあ誰が白を定義するんだっていうのが分からなくなってくるじゃないですか。でまあちょっと川上さんこの本の中でおっしゃられた本質とは違うんですけど、僕は集合知っていう言葉がすごい、まあ、後半ですけど好きで、なんかこう人が集まることで知識でありなんか価値観を共有していくっていうのが、やっぱりまあ人がね、何十億人もいる中で生み出してきたなんか価値観というかバランス感覚みたいなところは僕はあるのかなと思ってて、その集合知の中でなんとなく正しいと思われるものが白っていう風に今は定義されてるのかなっていう風に僕は。いやだから集合知は機能しないんですよ、うんうん、あの集合知があの賢くならないで、なるほど、あのみんなが合意できることっていうので、どんどん単純化されて、あの簡単になっていってるんですよね、うん、なるほど。そうするとあのすごいある意味あの幼稚で単純化された考え方っていうのが集合知の結論になっちゃうんですよ、うんうんうん、それが今の世の中ですよね。それが熟成されていかないというか賢くなっていかないということですか。ならない、うん、機能してないということですよね。そうなんです、そうなんです、あの深まる方向にはいく構造になってないっていう、なんかちょっとまあイデオロギーじゃないですけど、難しいって言ったらですけど、ね、社会の本質を考えることも僕も時々あるんですけど、週に 2,3 分ぐらいあるんですけど、あの放送会、あの放送局じゃなくてね、はい、法律の放送会に近い人間と話してると、結局最後司法判断って何になるかっていうと、あの世間一般の人が、あこっちが正しいだろうって思う方に寄せるんですってね、やっぱり。あ、そうですね、だから司法の中でも民主主義じゃないですけど、やっぱりより多くのマジョリティ、あの多くの人たちが納得感のある方を一応正しいと司法でさえ判断してるんですよね。でだからそういうところが何かを目指してないから、結局なんかおっしゃるように幼稚というか、あまり賢いとは言えないような集合知みたいなのが世界の基準に、世界とか社会の基準になってるっていうのは確かにあるのかなっていうふうには今お話をお聞きしておると思いましたね。川上さん特にあの、まあ、読んだ人は分かると思うんですけど、その、はい、もともとタイトルをネット鎖国論っていうのをされようとしてたって話があるじゃないですか、はいはいはい、その心っていうのをこうちょっとこのラジオ向けにもう一回説明していただくと。いや単純にインターネットとがね世界を変えるって言った時に、一番最初にインターネットが入った時に、まあそれこそインターネット の最初のエヴァンジェリストって言った伊藤浄一さんだと思うんですけどね、あのどういうことを言ってたかっていうと、インターネットであの国家がなくなるとか言ってたんですよ。でかなり過激な発言すぎて、まあ、あの結構ねそのインターネットが入るとどんどんインターネットで世界はつながっていって、もう あの国の存在っていうのはどんどん薄くなっていくんだっていうのってね、割とねすごいあの理想論的に聞こえた部分があって、みんなその意味をね深く考えてなかったんだと思うんですよね。ところが現実に本当に国家はあのインターネットによってなくなりかかっていて、存立をねやっぱり脅かされてるんですよ。であのそのことによるあの現象っていうのは世の中にあのたくさん出てるにもかかわらず、相変わらず地の足につかないそのインターネットがねによって成功するかもなっていう理想論的なものっていう感覚は多少みんな知ってはいるんだけど、それがね現実的な問題としてあのすごく大きな焦点になってるっていうことに誰も触れてないんですよね。でそれはなんかインターネットを語る上で僕は根本でやっぱり間違ってるなっていうふうに思いますよね。じゃあ現実にそのインターネットによって
国境が消えていってっていうようなその過程とかを議論ってほとんどされてないですね。確かに。でこれ多分 IT 業界の人たちにとってはあんまりそういう議論されてほしくないっていうのもあるかもしれないんですけどでも法律も倫理も経済も全部基本はその土地がベースだったわけですよね。実際にある土地をまあの中で守ったり、まあここは特別だと言ったりとかっていうことがベースになってたところがまあなくなったっていう、人類初めて経験してるそのどっからどこまでみたいな感覚すらもうなくなったっていうところ、まあ土地もそうだし、要するに物理的な存在がない世界なんですよね。だから本当ね TPP とかってくだらないんですよ僕はするとねまああれも知財の話とかありますけど若干あるんだけど、まあ、TPP って言ったら要するに貿易の制限をどうするのかっていう、まあ、関税も含めた非関税障壁も含めた貿易の制限 をどうやって解消するのかって話だと思うんですけども、実際インターネットがあるときに実際の物の受け渡しよりももっと違うことが起こってるわけですよね。で、まあ、もちろん TPP でもねサービスとか の自由化の話っていうのは当然されてるんだけどね、その弁護士だとかはされてるんだけども、そのネットそのものによって経済が大きく変わっていく動きがある中で、それってねやっぱり TPP の中では全然議論もされてないわけですよ。対象にもなってないし、でそっちの方が、まあ、重要なんじゃないのっていうそれぞれ例えば企業、インターネット企業だったらインターネット企業としてのゲームをすればいいし、国家だったら国家のゲームをすればいいし、国民は国民でね、それぞれ立場があるじゃないですか。立場があって、インターネット企業は当然インターネットは自由だっていうふうに言うのがインターネット企業の立場だと思うんだけど、国家はやっぱりネットもなんか国家権力を及ぼしてやるっていうふうに虎視眈々と狙わなきゃ僕ダメだと思うんですよそれなんでやらないのっていう。でそれは中国やってるわけですよ、ロシアもやってるわけですよ、でヨーロッパもそれ頑張ってやってるわけですよ。日本はね議論もされてないんですよ。でそこに僕はねなんかね日本政府 そのネットに関するこのリテラシーとね、このネット時代におけるその日本国家のねなあり方についてすごい心配してるんですよね。こんなんじゃダメじゃんじゃないのってボロボロになるよねみたいなね。確かに中国行くとねネットって言ってももっとか基本監視下のものですね、まあ、いやでも監視だけじゃなくって、実際アリババとかねバイドゥとかねその国境を作ってグーグルとかアマゾンを締め出したことで巨大企業は育ってるんですよ、例えば産業育成、国内産業育成という意味でもそれは役に立ってるんですよ、でそれで当然ね言論統制っていう意味でもね治安の維持にも役に立ってますけど、まあそこは批判なんで日本はほったらかしなんですか。いやだからあんま議論されてないですよね。スノーブのリテラシーが高い低いんじゃないですかね。あんま重要度に気づいて、ね、いや一つあるのはなんかねどうもね通信の自由っていうのが日本のその歴史の中ですごく重要らしいんですよね。だから通信の自由は犯してはいけないっていうね、正規化 してますよね、あれをね。でもちょっと考えれば分かるわけでしょ、そして現実にいろんなところで起きてることを考えれば、僕ですら分かるんだもん。いやだってそれしか方法ないんだもん、ネットの中でね、国権を及ぼそうと思うと、そのね、ネットの、アクセス、日本国内のアクセスについて、日本政府は遮断する権利を、強制執行力を持たないと、何にもできないっていうのは、それはね、もう考えれば分かる話だと思うんですよ。なんでほったらかしなんですかね。論外って感じですよね。議論さえしてないと。そう、議論さえ、いやそんなの無理でしょみたいな、そんな感じですよね。民間主義やってくれって言ってんじゃなくて、政府はそれやるべきでしょうって話をしてるんだけど、やるための検討はすべきだでしょう。そう、お願いしたんじゃなくて、あなた方やらないのおかしいんじゃないのっていうね、ゲームやる気があるのかっていうことを僕は言いたいんです。なんかあれですよね、ネット規制っていう言葉がもう悪者みたいな感じになっちゃってるから、ね、だからなんか国はネット規制に来やがったっていうふうに思われちゃう土壌ができてるから、なんか怖いってもあるのかもしれないですね。そうですね、そんな雰囲気ありますね。今中国の話しましたけど、まあ与田さんが言ったように僕も中国で僕らから見るとなんかこうフェイスブックもできなくなるし、中でしか見れないのいくらでもあるし、なんか中で締め上がってやっぱ共産主義だなみたいな風にちょっと悪い風に見えてるんですよ。遅れると思っちゃうんですよね。はい、でも今のお話をお聞きしてやっぱり中から見ればバイドゥとかね、そのドメスティックなネット企業がちゃんと育ってるっていう意味での利点もある意味ではあるわけじゃないですか。そういうのに我々はなんかこう目を閉じて外から見て、だから中国なんてその怖さを知ってたからでしょ。そうですね、だからある意味で彼らに正当性というかもともらしいところはあったんだなというのを今ちょっと気づきがありましたよね。ただまあそういう気づきがある前の僕らの状態だと日本政府のようにほったらかしにするってことが正しいことなのかなってちょっと思っちゃう環境にはあった気がしますけどね。だから今何が起こってるかっていうと、
その日本のネットって国じゃなくって外国の企業が支配してるんですよ、はい、で支配っていうのはね、なんかね、すごいなんか抽象的に思うじゃないですか、抽象的に思うんだけど、もっとね、これ具体例で考えるとすごい分かりやすいんですけど、例えば、まあ、この本にも書いてますが、あと消費税の問題ですよね。消費税の問題とかで、例えばGoogleがやっているそのアドセンスとかっていうね、アフィリエイト広告があるんですけども、はい、その Google に広告を貼るとお金がもらえるんだけど、それっていうのは消費税も払わなくて焼けばいいば、個人であってもね、源泉徴収もないわけですよ。なぜかっていうと、それ外国との取引だから、でももらうのは円なんですよね。どうね、もう いろいろとおかしいことが起こり始めていて、で、あと例えば日本だとね、あと歪説物陳列罪ってあるじゃないですか。で、歪説物陳列罪とかあって、まあ、歪説なものをすると罰せられるんだけど、日本 その行政的な基準ではモザイクっていうものがあるわけですよ。で、このモザイクっていうものがかかってないものを日本のサーバーに置いてあると、警察がサーバーを強制執行するんですよね。できるんですね。差し押さえするんですよ。だから日本の会社っていうのは当然そういう歪説物っていうのだけはもう必ず消してるんだけど、このサーバーが海外にあるとできないんですよ。サーバーの所在地によって決まるんですね。所在地によって決まりますね。表記が、サイトの表記が日本語でもいいんですもんね。あ、そうです、そうです。そうすると、要するに日本国内 の, まあ、ある意味その性に対するモラルっていうのとかね、そういう倫理的なものっていうのって国家ごとに違うと思うんですけども、それも日本政府がもはやネットにおいては決められない っていう状態なんですよね。落ち着いてないですよね。そうです、そうです。で、逆にその、まあ、要するにアダルトは世界基準で無修正がネットでは決まっちゃって、日本政府がどう思ってもこれ無修正が流通してしまうっていう状況なんだけど、逆にね、日本のアニメとかコミックとか のかなりの割合のものが日本ではアダルトではないのに、例えばアップルとかグーグルが扱ってくれないっていう現象っていうのが起こってるんですよね。で、これは要するにね、児童ポルノじゃないかっていう、日本国内においても結局今だったらそのアップルとかグーグルとかがね、コンテンツ今後流通のかなり中核を担うんですよね。そうするとそこでは日本の倫理では本来 OK のものが流通できないっていう現象は起こるわけですよ。もうチェックとかってもワールドワイドやってますから、でもそのスタンダードってやっぱり全部アメリカですよね。そうですね、実質的にはアメリカ。映画においてそうだったから、映画その漫画も、要するに日本で通用しているものはもうそれは日本の常識であって、アメリカ行ったら全く通じない、だから僕なんかアメリカ行ってね、いつも本当に困ったのはね、やり玉にいつも挙げられたのがポケモン。要するにあなたは日本人としてああいう漫画があることについてどう思う、ああいう映画がね堂々と公開されることについてどう思う、それに対して答えなきゃいけなかったんですよ。それはね、いや、そんな自分が自覚なかったでしょ、やっぱ相当びっくりしたんですよね。ところが野球場なんか行くとね、堂々とポケモンが出てくるわけですよ。そうするとね、どういう使い分けしてるんだろうっていう。いや、しかもね、まだね、アメリカで言われるんだったら分かるんだけど、日本で物を売るときにもその基準が適用されるようになるんですよ。そういうことですよね。そう、持ってくんだ。分かりますよ、それ。国内においても、要するにアメリカになれってことですよね。まあそうですね。まあそういうふうな現象が